出確率がおかしいんですけど。はい、おはようございます。チーム手巻き TV です。どないやっとんねー、どないやっとんねー、どうなってんのこれ。武器今2本あるけど1本天井だから300連で実質武器1下0てか300連で自力で引いたのが14個かな、14個のうち13個が頭と上って、どうなっとんねー。はい、ということで本日400連目、これがね、終わった時点の期待値が武器5本なんですよ。でも今2本。だから今日3本引いてやっと期待値に戻れるというね、激寒展開です。はい。でも今年はこっからなんとかなってきたよね。前半戦悪くても大体後半戦取り戻してきたよね。なぜか2024年は。今回もそういう段取りですよね。信じていいんですよね。よろしくお願いしますよ。ゾーマ、本当にラスボス級やんけ、このガチャの難しさもラスボス級よ、この黒いやつ。実体化してんのか、これ。なんかこれ実体してないから、この出ないんじゃないの。あともう下が出なすぎて、もうようわかんない。下ってどんなん？こんなん。こんなんか。あんま特徴ねえな。なんか今までの何かと間違ってしまいそうだけど。はよ出ろや。はよ出ろ。下もとりあえず出そう。武器もいいけど、一個一個解決していこう。どっちも引かずにね、頭と上ばっか引いてるともうストレスしか溜まりませんよ。あ、課金してなかった。はい。課金してまいりました。本日も2万円になります。2日に1回課金しております。さあ、400年目。最低2本。武器最低2本ですね。まあ、天井で1本あるんで、最低自力1本。戻せよ。戻せよ。今日で12万円目だからな。このまま行ったら18万円とか21万円、24万円まである。絶対ダメだぞ、24万円なんて。お前1ヶ月にお前2回あるガチャ更新で1回24万円なんて使っていいわけねえんだからな、お前この規模のチャンネルで。大丈夫だよな、今年はな。今年は信じていいんだよな。まあまあまあ、今んとこ虹出てないですけど、なんかいつもと違う感じがしていいですよ。最近の流れだと、ポン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 虹が出て、まあ光のタクトだ。あとはピックアップの頭だ、上だ引いてたから。まあちょっとこのね、溜めてる感じいいっすよ。一点集中。一発の大当たりがね、流れ変えるって、佐伯名人も言ってたから、ね、今夜もドル箱100万両みたいな、当たり前のこと言ってたから。一発の大当たりが流れを変えるんだって。あ、大当たり以外流れ変えるもんねえから、お前。大当たり以外流れ変える要素ねえから、お前、佐伯名人、おい。でもね、当たり前のことが、真実ですよ。武器と下出る以外流れ変える方法ねえから、これ今。手巻き名人はそう語ります。一発の武器と防具下が流れを変える。それをいかに早く出せるか。ここが勝負の分かれ目ですね。当たり前手巻き。てか、早く出ろ！早く出ろ、おい！溜めてんじゃねえよ、虹いつまでも、おい！よ、1個目、ようやく1個目！ドン！よーし！やればできるじゃないの！溜めて、溜めて、溜めて、出したね！溜めて、溜めて、溜めて、下出したね！よーし。まあでも下は1個でいいから。うん。下は1個でいいから。じゃあ、ようやく武器を狙いに行けるわけですよ。いやー、ちょっとこの底抜けた感がありますね。はい、もうこっから上向きになっていくんじゃないでしょうか。よし。防具下で喜ぶことなんてそうねえぞ。でもね、こんなにね、頭とかね、上しか出ないと、そのトンネルを抜けた感がすごい。よし、こっから行こう。取り戻そう。2024年は結局こっから取り戻せてるから。だいたいこの400連目あたりから上向いていくよね。今年は。うん、300連目までダメでもうここら辺から行って気づいたら500連目でパーフェクトフィニッシュみたいな。そんなんばっかだから。今年はいける。今年はいけてる。今回も信じる。2024年の流れを信じる。さあ、ピックアップ覚醒！ 4 分の1だぞ、ここ！
いけ引いちまえ。ああ、いやいや、これ嫌い、これ嫌い。最初から二次確定だとこに二次宝箱あるタイミング嫌い。まあでも二個あるから許す。入る。出すぞ。やれる。ここでやってきた、実際。今年はここでやってきた。もうここで来ないとなると今年全体の流れまで変わっちゃうからね。うわあ、またこいつだー、頭だー、また頭が出るぞー。なんでやねん、なんでやねん、お前ここで武器出て10連目でもピックアップの武器出てもうそれでなんか取り戻したーでいいじゃねえか、お前なんでここで頭出んねん、怖えんだよ、もういい加減落ち着けよ、大丈夫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 、あっちで頭出たのか、こっちは武器で大丈夫大丈夫大丈夫、出る出るよ、よーし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 、2024年はこれだからやめらんねえんだよ、ガチャが結局取り戻してるもんね、今年結局取り戻しちゃうのよ。うわ、俺マジ何かに守られてるわ2024年。いや本当にこのドツボの後のさらのドツボがないね。ありがとうございます。もう一個取ったら期待値に戻ります。戻しちゃってごめんね。もう一個今日武器取れたら期待値に戻るんです。3日の負債を1日で取り戻せるんです。キュピキュピでいっちゃおう、キュピキュピでいっちゃおうね、流星群出しでキュピキュピで当てるのが一番嬉しいから。やっぱね、俺はキュピキュピすっきゃねん。キュピキュピ演出しゅっきゃねん。ね、もともとはね、キュピキュピがあったらもう7割方虹があるって激アツ演出からね。まあ、いつの間にか格下げされちゃったけど。それでも俺はね、キュピキュピしゅっきゃねん。キュピキュピしゅき、しゅき、しゅきしゅき、しゅき。こいつ。まあ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 。いやー、もう一個。2024年の俺なら、もう確率とか関係なくね、なんだろう、その、手巻き特性を発動させてね、追い詰められたら武器がなんだかんだ期待値に戻るぐらい引けるっていうね、この俺の特殊効果、発動する気がするね、今年はね。いやー、ここで一回落ち着いてもいいぞ。まだいける。全然いける。やってやれ。やってやれ。もう一個取ってこそだぞ。うん。まあ、今日はね、一応、欲しいところが二つ取れてる。武器と下取れてる。もうこれでね、あんま文句言っちゃいけないぐらい素晴らしいことなんですよ。これは。ガチャやってる人はわかるだろうけど。欲しいところが一つずつ取れるっていうのはね、これさ、かなり素晴らしい状態なんですけど。もう一個言ってこそよ。もう一個言ってこそ。そして今までの武器の引き輪を取り戻したいっていう気持ちもある。行きましょう。こい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 、金いっぱいあるぞ、いけるいける、金いっぱいあるからいけるって、いけるいけるいける、変われ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 、お前まあ反撃ののろしとギリ取ることもできる。まあ本来なら400連でね、12万円でガチャ終わりたいっていうのが本音なんですけどね、ちょっと今回は12万円じゃ終われませんでしたね。はぁ、まあ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 、とりあえず今日ラスト参りましょう。はい、はい、はい、弱い、はい、スライチ助ける俺を、あースライチ助けてください、はい、うわー、はい、かかかということで15万円目に続く、くそ